Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati qui sul mio canale. Quest'oggi inizieremo una nuova avventura su Dragon Ball Xenoverse 2. Più precisamente inizieremo ad occuparci delle faglie temporali aperte da Fu. Allora, prima di iniziare io vi invito a spolliciare più non posso per l'episodio e se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche così da non perdere nessuno dei prossimi video e ovviamente ricordatevi sempre di lasciarmi un commento se ovviamente se il video vi è piaciuto o no. Allora, iniziamo subito! なんじゃお前さん、何を身構えとるんじゃ。時の海王神様、俺たちに何か用ですか。何です、俺の顔に何かついてますか。お前たちを呼んだのは他でもない、時々がどこかに逃げてしまってな、一緒に探してもらいたいのだ。時の海王神様、時々に嫌われすぎじゃないですか。お前さん真面目なのはええんじゃが、どうも悪人っぽいからの。キサパケ。ひどい言いようだな。私のどこが悪人っぽいというのだ。いや、その笑い方とかな。まあええわい、みんなで呼んでみるか。おーい、トキ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 。いいね、実に面白い歴史のねじ曲がりっぷりだ。まあでもさすがにやりすぎかな。そろそろ吸収させてもらうよ。バイバーイ。なに不思議そうな顔して。体の調子でも悪いんですか。顔色はいいみたいじゃがの、ぼーっとしとっただけじゃないのか。あのね、のほほんとしてる場合じゃないのよ。非常事態なんだからしっかり聞いてちょうだい。コントントに新たな時の裂け目が4つも発生してるのよ。しかもその裂け目の調査に向かったタイムパトローラーたちが悪の木の影響を受けてのう、凶暴な心に支配されてしまい見境なく暴れ回るようになってしまったんじゃ。今は俺たち2人で抑え込んでいますが、時の裂け目の調査までは手が回らない状態です。そこであなたに時の裂け目の調査と弱体化をお願いすることにしたのよ。何度も歴史改変の修正に当たったお前さんは時の裂け目の影響を受けにくくなっておる。おかしな影響を受けることもないじゃろう。しかし一人で調査に行ってもらうのは危険ではないですか。今回の時の裂け目が自然に発生したものとは思えません。トワやミラがいなくなってからも何度か歴史改変が発生しています。やはり何者かが裏で動いていると考えるべきではないでしょうか。そこはちゃんと対策を考えてあるわよ。調べたところ今回の時の裂け目は
コントントの住人に悪影響を及ぼすようなの。つまりコントントとは別の歴史から来ている人なら影響を受けないということよ。さあいらっしゃい。あなたの担任の先生を呼んできたわ。これならチームワークもバッチリよね。いいんですか？歴史に影響が出たりしませんか？時の裂け目は本来の歴史と切り離された時空だから、そこで何が起きても大丈夫よ。ま、そうじゃな。小安が入っても問題はないじゃろう。そういうことでお願いね。お前の成長ぶりを確かめてやろう。心配するな。俺が背中を守ってやる。じゃあ、一つ目の時の裂け目に案内するわね。ここよ。どんな歴史がどういう風になっているのか、中に入ってみるまでわからないわ。私とおじいちゃんは時の巣からサポートするから、あとはよろしくね。Vediamo dove finiamo, ragazzi. ここはどこじゃ？何にもない世界じゃの。おい、どうしたんじゃ？そこはウィスさんが作った空間ね。精神と時の部屋みたいなものよ。神の木に満ちている場所だから、うまく木をコントロールしないと。お前たちならできる。ほい、頑張れ頑張れ。ここでは悟空くんとベジータくんはスーパーサイヤ人ブルーになる修行をしていたはずだけど。様のお師匠なだけあんな。くそ、もう一度だ。あら、おかしいわね。ウィスさんはここに来てないはず。いけませんね、ベジータさん。また心が乱れてますよ。誰じゃこいつは。あれあれ、君たちはタイムパトローラーだよね。そっか、ここまで来ちゃうんだ。ってことはここもダメなのかな。正体は分からんが、こいつが時の裂け目が生まれた元凶じゃろうな。とりあえずぶっ倒してからゆっくり話を聞かせてもらいましょうよ。やれやれ、
自己紹介くらいは先に済ませたかったんだけどな。Nuovi problemi con le faglie. Kitochi, tu mani o assette un dai? Qua è il tempo del sacchetto. Ovvero, tu hai mai visto un sacchetto? Ok, grazie, Junior. Non è un sacchetto che hai fatto. Non è un sacchetto che hai fatto. Non è un ここがどう改変されたって歴史に影響はないけど、ってなんでそのことを知ってるのよ。やっぱり怪しいやつじゃない。キューブさん言ったわね。私の声が聞こえない。ここの教科に来たみんなを洗脳したのはあんたでしょう。さっさと元に戻しなさい。ああ、それでここに。信じてもらえないかもしれないけどさ、この時の裂け目もタイムパトローラーたちのことも僕がやったんじゃないよ。ちょっとサンダー、どういうこと？時の裂け目も調査に来た人たちのことも何とかしてあげるよ。だからちょっと僕に協力してもらいたいんだ。協力ですって？おい、いい加減こいつらのことを説明したらどうだ。俺たちの修行を放っておいていきなり戦い出しやがって。ウィッシュさんとあんないい勝負するなんて、おめえら何者なんだ。あなたたちの特訓のために連れてきた方々ですよ。なんだよ、そういうことは早く言ってくれねえと。こっちはさっきからうずうずしてたんだ。とっとと始めるぞ。ここは僕に話を合わせてほしいな。じゃ、遠慮なく行かせてもらうぞ。この力についてこれるか？ウォー。悟空もベジータも本気で来とる。こいつはまずいんじゃないのか？あなた、一体どういうつもりなの？オッケー。まあまあ、悟空とベジータがブルーの力に目覚める前に、僕を見つけて歴史を変えた。あいやいやい。Qui non si scherza, ragazzi.アイデアがあるよ。何を企んでるのかわからんが、とにかく今は戦うしかない。Che fine ha fatto l'attacco? Lo ha annullato. Va bene, basta giocare. Ottimo. どんどん気が高まっていく。これが修行の成果ってやつか。もう少しで何かつかめそうな気がしてきたぞ。ああ、次はスーパーサイヤ人ブルーに目覚めることができそうじゃぞ。これで歴史修正って完了の？だけどそれじゃつまらないでしょ。な、何をするつもりじゃ。これだけ気が高まったところに強烈なブルーツ波を浴びせたらどうなるかな。ブルーツ波ってマグネスに含まれてる。やめなさい。ma ti pareva che gli andavo davanti?Super Saiyan di quarto livello, ragazzi. Wow. Questo è
Finalmente sono riuscito a colpirlo. この歴史のねじ曲がりっぷり最高だね。まあまあ慌てずに見ていてよ。別の人が作り出した歴史改変はどうにもならないけどさ、僕が自分で引き起こした歴史改変ならエネルギーを吸収できるんだよ。おお、ユニオール、ma porca paletta! Oh, via via via! No 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 no! Oh, per un pelo ragazzi! Ma che cacchio! Ma sta lanciando tecniche finali a manetta! Ma vai via! Stai fermo che ti prendo. Yoshi, Izo. Sono giusto di Shoujin. ほら、僕がエネルギーを吸収しちゃったから時の裂け目が消滅したでしょ。ここで洗脳された人たちも今頃元に戻ってるはずさ。いやー、それにしても面白いね君。スーパーサイヤ人4の悟空とベジータを相手にあそこまで戦えるなんてびっくりだよ。ああ、たまんないな。端から端まで研究してみたいな。ねえ、ちょっと血を取らせてもらってもいい？大丈夫、ほんの一滴だけでいいから。ダメ？残念だな。おっと、いけない、そろそろ戻らないと。ねえ、僕と一緒に来ない？君のことじっくり研究してみたいな。コーラー！残念。でもまたすぐ会えるから、その時に。こりゃ置いていくんじゃないわい。自分で起こした歴史改変のエネルギーを吸収しちゃうなんて信じられない能力ね。じゃが自分の手で歴史改変を起こすとは素直に賛成できん話じゃの。そうね、いくら時の裂け目の中の出来事が本来の歴史とは関係ないとは言ってもね。とはいえ、今回の異変をあいつが解決したのも事実だわ。フューが何者なのか、どんな目的があるのか、わからないことだらけだけど。残り3つの時の裂け目の対応と、この異変を生み出した黒幕の調査が残ってるわ。そうじゃな、フューの言葉を信用するなら、黒幕はまた別におるはずじゃからな。フューのことも警戒しつつ、準備ができたら時の裂け目の修正を進めましょう。
楽しい特別授業の始まりじゃ。くれぐれもしっかり参加するんじゃぞ。Allora, scegli uno dei vari super guerrieri come partner che ti accompagnerà nella tua nuova missione per risolvere i cambi della storia. Ci sono due tipi di percorso: ramificato, in cui la storia cambia in base a chi scegli come partner, e alternato, in cui si verificano solo cambi minori agli eventi della storia e ai dialoghi. Devi completare un test d'ingresso dell'insegnante affinché questi possa affiancarti come partner, ok? Per alcune storie potrai scegliere di entrare nelle faglie temporali e di impedire i cambi della storia o di allearti con Fu per modificarla. Le tue azioni determineranno lo sviluppo degli eventi, il che significa che avrai il potere di plasmare la storia, e questa è una cosa veramente fighissima. Ok ragazzi, allora direi che per questo episodio è tutto. Come vedete abbiamo iniziato quello che è, per quanto mi riguarda, un nuovo arco, questa volta però dedicato proprio a Fu e alle sue anomalie, diciamo. Allora, io spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a spolliciare a più non posso per il video, a lasciare un commento e fammi sapere cosa ne pensate di Fu e del video ovviamente, e soprattutto se non siete iscritti iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche così da non perdere nessuno dei prossimi video. Grazie ancora ragazzi, noi ci risentiamo al prossimo episodio. Ciao ciao e grazie!